どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、全力10大デッキを作ってきたんで、皆さんに、お見舞いしていきたいと思います。いろんなデッキタイプあると思うんですけども、ヒーローってだいたいブレイブネオス入ってません？だいたいブレイブネオス入ってんじゃん、竜魔道と。あれヒーローデッキですか？果たしてブレイブネオスは10代くんが使ったカードですか？竜魔道は10代くんが使ったカードですか？違いますよね。ヒーローってこういうことでしょ、こういうことでしょ。エクストラ見てくださいよ。まあ、ちょっとこれ違うけどこいつちょっと違うけど、ちょ見てくださいこれ。コウがグリ GT、ダイアン、ゴイゴイスねと、ドバマスター、そしてブラストっていう、ロマンしかない、ロマンしかないエクストラ、ブレイブネオスなしっていうね、ヒーローを全力で組んできたんで、ご紹介していきたいと思います。もうあの何メインモンスター見て、エアマン、アナネオ、アナルネオスで、ソリッドマン、ブレイズマンっていう、もうザ10代みたいなカードしか入ってないんですよ。ユーマドとかも誰やねんっていう、知らんわそんなやつは。でマスクと、フェイバリットヒーローと融合でゴリ押していくっていうデッキなんで、防御札ありません。本日のデッキは防御札ゼロ。まあ一応小伝いはないとね、まあ、これ攻撃なんでもはやこれはないと、まあ、あのブラックマジャンとかに勝てないんで、まあ入れてるっていうのと、一番その戦っててその強い、まあ、フィールド魔法何かなって思って、まあ、もちろんここスカイスクレイパーにしたい気持ち山々なんだけど、スカイスクレイパーにするとさすがにデッキパワーマジで足りねえってなって、まあ勝てないかったんですよ。ちょっとね、ネクロバレーにしたら結構勝率そこそこ出るようになったんで、ネクロバレー、エレメンタルヒーローネクロバレーマンっていう、ヒーローが、まあ、結構強いんですよね。今環境に結構強い。このカードは特にライトロードギミックとか入ってるデッキだとまあ強いんで、このカード割とだから、まあ、これはちょっと許して、こことコズミックだけちょっと許してほしい。それ以外は結構ヒーローしてるから、今回のデッキ全力で今回は重大ごっこしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、変態仮面さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あーなるほどフェイバリットヒーローつけます、これつけます、これ何もせずエンドランじゃねえ、これライトロードでしょ。ワンキルされっかな、エンドランじゃねこれ。いや生きる生きる、多分大丈夫。ライトロードは生きるって決まってんだ。そんな簡単にワンキルしてこないと思う、多分エヴァリーくらいだと思う、多分出てきても。ストライク選手 OK で、ミネルバ、あ強いな、バレボン落ちてやばい。ちょっとじゃあそこまでに、あサンダードラゴンデッキだ、なるほど、ライロサンドラだ、いいだろ、相手にとって不足はないだろう、悪くないだろう。ストライクチェンジ、あ強い強い、やばい強い、ちょっと待って、ストップ、そのぐらいにしよう。ちょやあー、え何これ、ゲームが除外、光闇、あさあ、雷合流、なるほど、雷あぶねえ、でも、まあ、除外されたカード弱い、ちょっとそこまでにして、あーバドレイズ OK、 来た、あぶねえ、危ねえ、サンダードラゴンだった、危ねえ、規制マナタムのネクロバラ来た、強いカード来た、めちゃくちゃ強いカード来た、そう、エア、あ、ヒーロー持ってくる、これは、ワンドローしに行きます、ワンドローしに行く説あるの、これ、ワンドローしに行ったら結構強いんじゃないか説あるし、あとネクロバレーめちゃくちゃ強いっていう話あるからライトロード系にはもうとりあえずネクロバレーをぶちかましていけばいいっていう。手札よりマジックカード融合発動、こっちやろさすがに。エロメンタルヒーローブレイズマンとエロメンタルヒーローアナザーネオスを融合し、融合召喚エレメンタルヒーローノバマスター、そしてフェイバリットヒーロー発動、はっ、そして絶望のネクロバレーを発動、おらーおらー、おー効果発動、フェイバリットヒーローでカイトロイドは
投げれないぜ。あ、マスク欲しかった、マスクが欲しいですやった。マスクが何なんだこれ、まだあるか、貴様まだあるってか、指揮者やりやがるな、うらー。さあもう終了するしかないぜ。ただネクロバレーはガチほどきついぜ、これ多分バカきついと思う、これ多分マジでこれ詰みまであるよ、ライトロードギミックって。あ、それ無理だからいける、ネクロバレーが強い、ヒーローが強いっていうかネクロバレーが強い、これ。あ、エレメンタルヒーローネクロバレーマン強い、ネクロバレーマン。さあお相手の方、殺意に満ち溢れた男、よろしくお願いします。デルサンバイ。これ光がな、ちょっと若干のそのね、相性の悪さ見せてるんだよね。マスクヒーローコーガーと、マスクドヒーローコーガさんと、サイジマコーガさんとそのネクロバレーがちょ喧嘩するっていうのがあって、ちょっとね、そこがね、若干そのシナジー噛んでない部分なんだけどね。はいはい、オーバーフローオッケー、オーバーフローオッケー、オーバーフローオッケー、オーバーフロー抜けばいいんでしょ。だからちょサンクスやめよ、ニクスまでで、あ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。サンクスはマジでほんと犯罪やから、ここでオーバーフローを俺抜けばいいから、オーバーフローを抜けばいい。はいはい、さあどう、どっちどっちなの、どっち、オーバーフロー引けなか、抜けなかったら負けだから俺やったぜ、やった、ざまあ見やがれ、ざまあ味噌漬け。アナザーネオス召喚で、マス、これちょコズミック最強なんじゃね、これマスクいった、打つわ、マスク打つ、マスク打つ、これコズなんじゃないかな、コズミックか。うーん、ちょっと殴るの難しいですね。じゃあちょ、殴るの難しいけど、ただコズミックサイクロンは打たざるを得ないってやつだから、あ、これいけるか、3000でしょ、だからコズミックサイクロン打ったらあと3000になるから、あ、いけるわ、いけるいけるいける、勝った、第3部完、第3部完、第3部完勝った第3部、あ、ゴズミック早くない、それバトルステップ一応入ってからの方がいいけどね。まあそれ除外したところで、まあ何の意味もないから。まあちなみにも、もう一枚あるんですけどね、もう一枚あるんですけどね、おい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 コズミックサイクロンの使いどころは慎重にな。さあお相手の方、西王拓磨選手、太陽拓磨選手、相当珍しいですね。ネクロバレーが打っちゃっていいか、ネクロバレー、これね、むずいんだよな、これね、ちょ、甲賀と喧嘩するんだわ、ネクロバレーが。だからそこだけちょっとシナジー、アンチシナジーって感じですね。まあ、ただ、まあ、それを、まあ、加味してもネクロバレーが強いので、ネクロバレーを採用しているっていう感じなんですけど、もしかしたらネクロバレーの、カード1枚なんか違う、なんか、フィールド魔法にしてもいいかもしれないですね。もしかしたらね。フェイバレットヒーロー。から発動できるしね、そのいい感じに、まあ、効果とちょっと喧嘩するし、相手がネクロバレー必要じゃないっていう時にはもしかしたらターン終了、いいんすか、そんな甘えたことしてていいんすか、そんな甘えたことしてていいんすか、ちょっと俺はそんな強くねえなこれハンド、まあとりあえず、まあなんかあるんだろう、テンパランスからあるんだろうな、てめえテンパランスからあるんだろうな、さすがにあるわ、なるほど、それはあるか、さすがにある、さすがにある、でもさすがにマスクチェーンするよ俺、マスクしよう、ちょ、コーガさん若干相性悪いけど、いけ、マスクとヒーロー、サイジマコーガ、ホラの気配で、あー、テンパランスとかいうホラー強い、テンパランスとかいうホラーめっちゃ強い、ほら、で、ディオンを撃退せよ、エイドス、誰リードぜ、このカードが召喚特殊召喚に成功した場合にこのターン一番通召喚に加えて一度だけ自分メインフェーズアドバンス召喚できる、うっ、そんな子があるの、あ、え、誰だっけ、アルカナフォース12ザ・ハングドマン、自分のインドフェーズ時相手フィールドの攻撃表示モンスター、あれ、ちょっと待って、自分のインドフェーズ時相手フィールド上の表表示モンスターいった選択して破壊し、その攻撃力分のダメージを相手に与える、あ、結構やばいな、あ、え、やばっ、やばいぞ、待ってくれ
昔なんかこんなようなデッキ作った記憶あるな。え、これ4500万入るんだっけ。あ、やばくないこれ。あ、強っ。